2023年10月16日、群馬県前橋市、前橋競輪場付近、折原食堂。今回は折原食堂の店主で、群馬県7期の元競輪選手、折原富蔵さんにお話をお伺いしました。それではどうぞ、ご覧ください。群馬さんが競輪選手になった時代って、どんな時代だったんですか？私がなった時はね、十分いたよ、受ける人が。あ、そうなんですか。うん、だって前橋だけだってさ、2000人ぐらいいたんだよね。え、そんな前橋、群馬県で一応1回試験受けるんですよ、地方の予備試験っていうの。それを受かった人が東京行ったん。あ、そうなんですか。で、東京で慶応学でやったんですよね。あ、慶応学で。うん、慶応学のところに学校があったんだよ、競輪学校が。うん、撮影所があって、あそこがあるでしょ、ダイヤの撮影所が、はい、その隣がね、宿舎だったんだよ。あ、そうなんですか。競輪の宿舎で、そこがさ、はい、1ヶ月来やるんだよ、学校が。あ、そうなんですか。当時は。へえ。1ヶ月。うん、折原さん何歳の時だったんですか。俺がなった時、中学卒業だから、はい、あ、そうなんですか。中卒。あ、じゃあ中卒で慣れた時代で、中卒で高校行ったんだよ、はい、2ヶ月、はい、2ヶ月行ったんだけど、ええ、こっちのプロ試験が受かったんで高校辞めちゃったんですよ、ね、そうなんですね、うん、43期の杉秀夫さんも高校通ってて受かったから辞めたっておっしゃってました、はい、結構ね、難しかったんだよね、はい、慣れてるいっぱいいたから。あ、そうですよね、うん、やっぱ当時あれですか、就職なんというか。そうだよね、就職なんだったんだよね。当時って戦争が終わってしばらくしてからって感じですか、ね、そうそう、終わってからさ、中学卒業してすぐだから試験受けたんだ。あ、じゃあ折原さんは戦争を経験されていらっしゃるんですね。経験してるよ。あ、いかがですか、その戦争時代の体験といいますか。戦争ね、群馬県の戦争もすごかったんだよ。あ、そうなんですか、うん、どんな感じだったんですか。こっから前橋がずっと見えたの、向こうまで。うちがなくて全部燃えちゃって、全部焼けちゃったんですよ。残ったのがね、刑務所のとこだけ、刑務所は残ったんだよね。あの周りがね、残っただけ、はい、あ、そうなんですか。あと全部焼けちゃった。へえ、うん、大変だったんです。当時はね、市電も走ってたしさ、チンチン電車が。あ、そうなんですね。渋川までの。あ、市電が、うん、前橋渋川間、それも焼けちゃったんだ。へえ、うん、すごかったよ、戦争は。折原さんはその時代は前橋群馬で。俺はここで生まれたんだよ。あ、そうなんですね。じゃあずっともうこちらで。そうそう、俺昭和9年だから生まれが。昭和9年、うん、じゃあ終戦の時11歳で小学校5、6年生、うん、そう。じゃあ大変な時代を経験されて。そうそうそうで、それで選手に。選手になるんでね、はい、自転車乗ってたんですよ。乗ってたんですか。中学の時に、はい、前橋にもね、俺見たのがいっぱいいたんだよ、行くにも、うん、はい、集まる場所があってさ、そこみんな集まってさ、一緒に練習したんだけど。あ、そうなんですね、うん、じゃあそれで皆さんで練習されて、うん、その時お師匠様とかっていらっしゃったんですか。いないね。あ、じゃあもう皆さん独学というか、いろんな。そうだね、はい、みんな教えっこしてさ、はい、練習の山で練習行ったり。やっぱ苦しかったですか。私はあれだよね、選手になる前は毎朝あれだよね、猿ヶ京行ってたよね。猿ヶ京温泉の猿ヶ京。毎朝。あれ何キロぐらいあるんですか、猿ヶ京まで。片道40キロ。それで一服して帰ってくるんですよね、朝半前に。すごいですね。車が少ないから練習できたんだよね。今とは違うから。じゃあもうたくさん練習されて。ああ、した人はみんな夢中になったよ、うん、やっぱあれですか、当時すごい強い方とかいらっしゃったんですか。いたよ。俺らよりずっと下だけどね、田中宏とかさ、福島とか強い人がね。俺の時はね、そこは全部やられたから。そこ。あ、そうなんですか。うん、そこ不良の人はね、はい、ヤクザマンとはこう付き合いがあると困るんで、そういうのは行かなかったよね。そういう人は。ケリン学校生活とかって、折原さんのケリン学校生活って。学校生活ね、はい、ケリン学校って行けますもん。同期生とか同部屋の方とか。ああ、地元の人だ。この人だけだったからね。そうなんですか。うん、部屋が。あ、じゃああんまり他の同期の方と交流は。だって交流するも何もないよ、1ヶ月だからさ。すぐ1ヶ月ぐらい終わっちゃうな。そうですね、なんだかんだしてるうちに。だからあんまり知らなかったよね。あ、同期の方も。いやいや、その県の人は。じゃあ1ヶ月で戻ってきて、デビュー戦ですか。
デビュー戦はね、俺はね、はい、大宮だった。大宮、うん、やっぱ緊張されましたか？緊張したいねえ、どんな感じだったんですか？8室1着だったんですよ。あ、じゃあやっぱ嬉しかったんです、ね、よかったよね。そうですよね、うん、お客さんってやっぱすごいいっぱいいたんですよね。いましたよ。ぎゅうぎゅうですか？あの大宮の競輪の周り中がさ、お客さんがある、随分いたもの。あ、じゃあもうロゴとか完成とか。ああ、ね、すごかったよね。すごかったですか、うん、そうですよ、うん、ね、みんな殺気だって。そうそうそう、でもあれでいい勉強になるよ。そうですね、うん、いろんな経験というか。そうだよね。折原さんもやっぱ全国回られて。全国行ったよ。行ってないところがないぐらいな感じ。うん、行ってないところいつかあるけどね、ほとんど行った。なんか美味しいものとか、なんか思い出のこととかって。北海道は随分行ったよね。あ、北海道、うん、函館に。函館とさ、札幌になったんですよ。あ、札幌に、うん、配信になっちゃった札幌競輪場ですか？そう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 、うん、札幌競輪ってどんな感じなんですか？札幌競輪は売れたよ、前橋売れたんだから。へー、うん、入場者がすごかった。へー、うん、だけど市長がね、市長がね、競輪をやめますっつんで当選したんだよ。やめるっつんで、はい、私が市長になったら競輪をやめるっつんで、はい、ギャンブルは。でその人が市長になったんでね、廃止になっちゃったんだよ。ああ、それは残念です。札幌がね、なんか札幌競輪場いいですね。ね、あのやっぱこの町は美味しいものとかもたくさんあって、にぎわってて。そうそうそう、うん、札幌はね、普通とか3日なんだけど、はい、あそこは6日走れたんですかね。あ、6日も走れたんですか？6日も。3日が3日、3日でさ、はい、前半が3日、後半が3日っつんだから、3日やってね、はい、3日して3日休むんですよ。あ、そうなんですか？3日休む、続けてじゃなくて。あ、いや1日走って1日休んで。違う違う違う、3日間走って、はい、それで3日休んで、降雪が3日間。え、じゃあ10日間いるんですか？9日間。9日間、うん、いるんですか？うん、だからそれ走る前に行くからさ、うん、10日間以上いますよね。そう、2日前ぐらいに行くからさ。え、ここからだってあの今みたいに交通も発展そんなしてないですよね。電車で行ったんで、みんな。あ、電車で札幌は。え、その時って青函トンネルってあったんですか？あ、ない。じゃあ途中から船、青函線、青森で船乗る、船乗ったんだよ。うん、じゃあ青森まで電車で行って船に乗って、でまた電車で函館から、はい、電車でまた行ったんですよ。函館から札幌って電車ですごいかかりますよね。かかるよ。かかる。この船がね、はい、この船が私が辞める時やるんですよ。この船乗った。青函連絡船。おー、すごい。うん、それでこの船が乗った時に、はい、もう船終わりだよって言ったんだよね。今回でもう廃止ですって。船が、地下ができたんで船を廃止っつんで、はい、その時一番最後に言ったんで、じゃあ記念にこれ貸したんです。へー。あ、でもそれで今も持ってらっしゃるんですね。そうそうそう、この船ね、すごい、うん、物持ちが。船で貸したんですよ、これ。へー、うん、じゃあ記念に買ってこうっつんでさ、はい、買ってきたのこれ。へー、すごいですね、うんうん。じゃあもう本当にこういろんな交通の発展とか時代を見てきたんですね。そうですね、うん、いろいろやってましたね。あ、結構長かったんですよ、やってる年数が。あ、何年ぐらいなんですか？20年ぐらいだったから。だからあの鏡もらったんだよ、俺。鏡。あ、なんか20年褒章選手みたいな、うん、前橋のね、選手会から。へえ、あそこに鏡があるんだけどさ。え、見てもいいですか？うん。あれですね、この鏡。失礼します。あ、これが。でもいいですね、こうやって撮っとけるって。あれね、俺はね、はい、一番最後ね、はい、これ長やったんですよ、選手会長。あ、そうなんですか、うん、へえ。前も知らない、はあ、支部長みたいな。支部、うん、はあ。その時に、はい、辞めるからって言ったら、だからみんなでね、え、いくらか出してさ、お金を包んで持ってきたんだよね。あ、うん、あ、嬉しいですね、うん。女房がその時はまだ生きてたから、はい、女房がね、残すもんがいいよっつってさ、それでじゃあ鏡見るって言うんで、この鏡作ったんさ。ああ、そうなんですね。うん、本当貴重なお話の数々で。なんだかんだしてるうちに、年が取っちゃって。え、もうあれですか、選手を引退されたのは
やりたいことが他にあるからとか。いや別にそれないよ、あんまり大怪我しないうちに辞めるっつうんで。あ、そうですよね。女房がね、本当嫌いだったの、選手。あ、選手嫌い、大嫌いだったんだ怪我されるから。あ、そうですよね、うん、じゃあもうある程度行ったらもう早めに辞めて。そう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 。で、こちらの食堂を。それでね、はい、この免許を取ったのが50年なんですよ、昭和50年もう1975年で、本当引退された年ですよね。そうそうそう。これ調理師の免許取ったんですよ。へえ。当時調理師の免許ってどうやったら取れたんですか。これ芸人やってる時に勉強したんだよ。あ、そうなんですか。うん、やっぱ大変ですよね、選手やりながらの勉強って。いや、あのね、ね、みんな寝てる時にさ、ほらベッドだからさ、はい、ベッドの中やってね、はい、みんな読んでたんだけど、俺はこの本を買ってったんですよ。あ、保健所から調理師免許のテキストを積んでね、はい、売っててましたね。売ってて、それ一冊買って勉強されてるんですか。その勉強する期間ってやっぱ何年も何年もって感じですか。いや、そんなに何年もやんないよ。じゃあ競争行ってる時にも勉強されて。そうそうそう。普段も勉強されて。いや、行ってる時だけだったらね、普段うち行くやね、はい、子供もいるしさ、はい、みんな我がしてるから勉強になれんからさあ、でそれで、ね、受かってこの食堂を。そうそうそう、この食堂をねやるときね、はい、これ受かる前にもやってたんですよね。あ、そうなんですか。女房が。あ、そうなんですか。うん、じゃあもう50年以上されてるんですか。そうなんですよ。わ、すごいですね。うん、女房がね、はい、一人でやってたんですよ。へー。うん、それで一人で笑えなくなったんでやめてくれって言われて。はい。じゃあ、お母さん。あ、じゃあそれで競輪選手を。やめたんです。あの、すいません、札幌競輪場を走られたということは松江競輪場とかってありましたか。松江、何だっけ。あ、島根。松江、まあ43カ所なんですけども、うん、当時65カ所って聞いてたんです。随分あったんだよ。うん、あったんだけど、みんなやめてるもんね。廃止になった競輪場って他に。長野にもあったんだよ。長野にもあったんだよ。へえ、うん、早いうちにやめちゃった、あそこはね。引退レースの時とかってなんか覚えてらっしゃいますか。ね、それ漁業シーンが引退レースじゃなかったけどね、はい、やめる人がいっぱいいたもの、当時は。そうなんですか。うん、え、なんでですか。なんでかね、聞けよ、結構第二の人生いくんだよ、ね、皆さんどんな第二の人生で進まれたんですか。みんなね、何してるのかね、知らない、分かんない。うん、でもあれですよね、なんかやっぱ競輪選手長くやったり体酷使して結構60前後で亡くなる方が。そうだよね、うん、いらっしゃいますよね。いるよね。うん、やめるのよね、はい、俺なんかといいからも関連一にみんなやめてったんさ。あ、そうなんですか。うん、じゃあもう皆様はいろんな事情というか。そうだよね。うん、折原富蔵さん、大変貴重なお話をありがとうございました。いつも競輪ジャーニーをご覧いただきありがとうございます。次回もぜひお楽しみください。